どうも皆さんこんにちは、橋本隆博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、タイトルの通りダウンジャケットだけで作る1週間コーディネートをやっていきたいと思いますっていう感じですね。もう1日目着てるんですけども、こんな感じでございます。まあほとんど古着で合わせたものなんですけども、まあ上からご説明すると、メガネか、メガネマイキータの渡るっていうね、あの去年の年末に自分へのご褒美で買った、まあ何個ご褒美買うねんっていう人もいると思うんですけど、こちらこれマジでいい、ほんとかっこいい。今引っかかって髪の毛抜けた、こんな感じになってて、ゴールドのね金具だったりとか、ブラウンのなんていうの、色味がすごい渋いなと思っております。でまあそれに合わせて、まあブラウンだったので、こちらのねポロラルフローレンのレザーのダウンジャケット、こちら古着のものなんですけど、あの原宿のキャットストリートら辺の古着屋さんで購入したんですけども、なんかね友人とプラプラしてる時にたまたま見つけてしまい購入してしまったというアイテムになります。まあ、ところどころこんな感じで、これ僕がねカレーこぼしちゃったわけじゃないんですよ。これ最初からね汚れてるアイテムだったんですけども、まあ頑張れば取れそうな感じはするんですが、まあ、レザーのねジャケット自体もかなり汚れてたりとか、雰囲気はあったりとか、まあ、袖のねこのゴムの部分なんかもね、なんか古臭くてすごくいいなって、まあ、破れちゃったりしてるんですけど、そこがまたいいっていう感じです。でパンツは517ですよ、リーバイスの517ブーツカットにレッドウィングの PT83 のエンジニアを合わせました。なんかちょっとねカブトムシみたいに写真が見えてきてね、この感じもたまらないんですけど、そろそろオイル入れてあげないとひびが入ってきてるのでですね、またちょっとツヤツヤさせていきたいと思います。まあ、そんな感じが1日目のコーディネートなんですが、まあ、ダウンジャケットだけで作る1週間コーデってことでね、すごい楽ちんですね。インナー説明するの忘れてた。これねインナーね、なんでしょう、しまむらこれねマジいいんだよ。ちょっと毛玉なんかできちゃってるんですけど、裏起毛してあるワッフルニットみたいな感じで、ね、めちゃくちゃ軽いし着やすいし素肌にも優しいっていう感じですね。っていう感じで、まあ、ダウンジャケットだけで作る1週間コーデなんで、僕ダウンジャケット着るとあんまレイヤードさせないんですよ。まあ着ても薄手とか、まあそこまで厚くないスウェットかシャツ挟むくらいになっちゃうんでね、レイヤードのコーディネートが好きな人からすると物足りないかもしれないんですけど、まあダウンジャケットはね都内だとオーバースペックだと思うので、まあ緩くやっていきたいと思います。じゃあ2日目行きましょう。はい、ということで2日目こんな感じでございます。今日はねヌプシっていうノースフェイスのダウンジャケットを着ております。これです。ノースフェイスのダウンジャケットの中でも結構ちっちゃめのデザインになってて、 XL のサイズでこんな感じですね。僕手が長いんですけども、まあそれを差し引いたとしてもちょっとね、まあボリューミーでもあるし、着ててね L サイズとか M サイズだとちっちゃいなって思っちゃったので、このサイズにしてます。で上からご説明すると、これがキネマのヘアバンド、あの色違いもね発売させていただいたんですけども、それでも再販しないんですかとコメントをめちゃめちゃもらうんで、もうさすがにやらないかなと思っております。でノースフェイスのヌプシってですね、やっぱね安いしあったかいしすごい、ちゃんとね袖のところもベルクロになってたりとかするので、風の侵入防げたりとか、まあ、前を閉めるとねこんな感じで首元まですごくあったかいデザインになってます。で中には、まあ、ユニクロの名作ワッフルヘンリーネックですね。これはね本当定期的に出してくれてはいるんですけども、その度にため買いしてます。でパンツはねナイジェルケーボンの 20.5 オンスのヘビーオンスのスウェットパンツですね。このパンツであれば冬場も問題ないっていうところで、ここにニーパッドなんかが入ってたりとかするので、まあ、こけても大丈夫なくらいの分厚さはあります。でブーツはドクターマーチのチェリーレッドですね。こんな感じのコーディネートで、まあ特に統一性はないんですけども、まあ、楽なコーディネートがダウンジャケットもねやってしまうので、こんなコーディネートになってます。でですね先ほど吸ってたものはですね、こういった足も危ないもん吸ってんじゃないのかと思う人もいると思うんですけども、じゃあですね巻きタバコですね、ドラムっていうものを吸ってみました。クリスマスの時の動画でね吸ったやつのあまりなんですけども、全然普段吸わないんでバチバチ残ってるし、ちょっと乾燥してて、ね、辛かったです。そんな2日目でした。3日目はね何着ようかな、ダウンジャケットだけでね1週間コーディネート多分回せるので、まあ、違うダウンジャケット使ってね、最後足りなかったらちょっとおかわりあるかもしれないんですけど、やっべ眩しくて目が開かない、ちょっと頑張りたいと思います。なるべくねちょっと今まで、ね、中に1枚しか着てないんで、レイヤード組んだりとかそういうこともやっていければと思います。じゃあ行ってみましょう。
はい、ということで3日目になりました。今日はバカ寒いです。雪が降るかも予報が出てるので、今の気温が3度くらいだったので、一番強そうなこのモンスターパーカー、ヒューストンのものですね、こちらで過ごしております。これがね、価格が2万円くらいなのでかなり安いんですけども、この重厚感とやっぱあったかさとレングスの長さがありますので、まあ、今日みたいに風もあるし雪降りそうだし、的にはね、やっぱりすごい心強いアイテムになってます。でね、このコヨーテっていうカラーもちょっと渋い感じだったのでおすすめです。で、今日もメガネというかアイウェアつけてるんですけど、これがジュリアスタートオプティカルのものになります。ちょっと青みがかってるレンズになってるんですけど、そこまでいやらしくないと思います。で、中にはチャンピオンのこのリバースリーブの復刻のスウェットかな、こちらと、あとはリーバイスの501、久しぶりに履いたっすね。最近ね、レイルマンデニムっていうものを気に入っちゃってそっちばっか履いてたんですけども、ちょっとこれも育てたいなと思ってたので久しぶりに引っ張り出してきました。で、あとはブーツに関しては年末にね、自分へのご褒美っていう感じで購入したホワイトのノースベストになります。なんでね、ちょっと茶色でアウターとブーツで色は合わせてあげて、あとは雨風風にね整えたっていう感じになります。寒い。これね、もう全部閉めると最強なんですよ。なんすかね、もっこもこにはなっちゃうんですけども、まあ寒さにはかなわないということでね、ダウンジャケットやっぱ最強ですねっていう感じで、4日目行ってみたいと思います。はい、ということで4日目になります。車の音がねうるさかったらすいません。4日目もね、昨日に引き続き極寒なんですよ。天気も悪いし、ということでね、今日はノースフェイスのバルトロを引っ張り出してきました。で、こちらはね LLB のボンバーキャップだっけな。これはね、もう冬超あったかいんですよ。この形のね帽子だと似合う似合わないとか好き嫌いもかなり分かれると思うんですけども、そんなこと言ってらんないですね。これあったかすぎるんで本当おすすめ。で、メガネはねマイキータとマルジェラのコラボのゴールドフレームのやつですね。で、それにバルトロで、中にキネマのスウェット、ダメージスウェットを着用して、まあ、ちょっとゆるっと抜け感を出しつつ、でランチャーパンツ、フレアパンツにですねスーパースターっていう感じで、ところどころカジュアルに抜け感を出して作ってみました。まあ、なんかねこのキャップの印象がねかなり強いと思うので、他は結構無彩色で揃えてあげるっていうところでテーマを持ってやってみたんですけど、いかがでしたでしょうか。もう寒いとね、やっぱりダウンジャケットを着がちだと思うんですけども、全身真っ黒にするよりはこういう風なチャコール挟んでみたりとかするだけでも結構ねこなれ感とか出ると思いますので、よかったら真似してみてください。はい、ということでね、明日は天気が良くなることを願いまして5日目行ってみたいと思います。ということで今日が5日目になります。まあこんな感じです。まあテーマは特にないんですけども、大人っぽくダウンジャケットを着てみようのコーナーになります。まあ上に着てるのはあのワイパーさんとナンガのコラボのやつ。これね軽くてすごい使いやすいし、スタンドカラーとね、あとフードも中に収納されてるんで、まあ使い分けができるってものなんですけど、僕ほとんどスタンドカラーで使ってます。なんかダウンはね今年とか去年あたりから、まあ、スタンドカラーのものはすごく好きですね。フードがない方がカジュアルさが消えるとか合わせやすいっていうのがあります。中のシャツは、まあ、キネマの新作のやつで、多分この動画出てる頃にはもう受注終了してると思うんですけど、ちょうどね今日撮ってる時に完成したので着てみました。これ最高。見てみて、ちょっと裏がねこんなジャガード編みになってるんですよ。だからもうほぼねスウェットくらい柔らかい素材でストライプのパジャマシャツ作っちゃいました。とあとは、ジュリアスタートオプティカルのメガネ、これちょっとだけ青色が入ってるんで、もしかしたら今暗いんでねサングラスっぽく見えちゃってるかもしれないんですけど、これとあとはパンツは N ハリウッドとスタビライザーのコラボのものになります。色合いがねやっぱりこうストライプシャツとパンツ合わせてグレーで今整えてるんですけども、まあ、真っ黒でやるよりも少し柔らかさが出たりとか古着感なんかも出やすいので、こんな感じでねインナーというかパンツとシャツに関してはグレーで合わせてます。ただあとはブーツに関してはトリッカーズの茶色いブーツ合わせて
してるんですけど、これもねサイドゴアなのですごい履きやすいタイプになっております。そんな感じですね。今日は髪の毛もねグリースでパチッとやってたりとかするので、まあなんていうんですかね、ちょっと大人目に決めてみたぜコーディネートになりましたっていう感じで、6日目行きたいと思います。はい、ということで6日目、おー、風強い今日。天気めちゃめちゃいいんですけども、風がすごい強くて、しかも冷たいんですよ。なんでね、今日も京都でダウンジャケットにお世話になっております。今日はですね、水沢ダウン、これですね、マウンテニアっていうやつですね。僕が持ってるダウンジャケットの中で一番高いんじゃないですかね、これが。このストレッチ性が入ってて、ちょっと細身のタイプになってます。今日ね、ちょっとユニクロ U の試着会みたいのがあって、多分もう動画先に出てると思うんですけども、まあ人と会うんでね、ちょっと綺麗めな格好をしてきました。綺麗でも何でもないんですけど、まあ、なんでちょっと大人っぽくダウンジャケット着ようと思って、中に白シャツとあと黒のパンツなんですけど、本当はスラックスっぽいの合わせたかったんですけど、まあなんか今日はなぜかランチャーパンツが一番上にあったんで、またランチャーパンツ履いてます。であとはダナーのね、いつも通りのブーツ、こんな感じですね。モノトーンで揃いつつ、まあ、水沢ダウンがね結構綺麗な形と、あと襟も高かったりとかするので保温性もすごく高いんですよ。なので、まあ、すごく使いやすいダウンジャケットだと思います。ちょっとお値段も張るんですが、それに伴ったね機能性もありますので、なんだろう、普段あまりオーバーサイジングよりも綺麗系のファッションが着たいとか、スラックスに合わせるダウンジャケットだったらどれがいいですかっていう感じだったら、これが僕は一番いいのかなっていうふうに思いました。はい、っていう感じで最終日行ってみましょう。はい、ということでダウンコーディネート1週間最終日なんですけども、こんな感じです。最後はねこのエクワックスのジェネレーション3レベル7、このカーキのカラーのダウンにしてみました。で、まあ上からご紹介すると、これもうワークマンで黒のニット帽でマジ優秀。ここのねボリュームが結構あるので、小顔効果というか、僕頭でかいんですけど、それでも使いやすいのでかなり被ってると思います。これ700円くらいだよね確か、バッチ安い。でこれがジュリアスタートオプティカル、ちょっと青いレンズが入ってるもので他の日でもつけてたっけ。もうなんかこのダウン1週間動画結構長いこと撮ってるよね。日がねまたいでまたいでみたいな感じで、雪で撮れないとかなんかそういうのがいっぱいあったんで、ちょっと長くなりましたということで、ちょっとブレスレットが取れたんでつけます。これね最近よく取れちゃうんだよね。固めにしてませんね。そう、固めにしたんだけどあかんな。はい、でまあエクワックスでしょ。で中にこの前ちょっと前くらいにチャンピオンのリバースリーブのファーストパテントモデルで復刻のシリーズですね。これねすごい着やすいし、このリブのところがね結構長めに取られてるんで、中でこうバルーンみたいになるんで、このエクワックスがすごいでかいんですよ僕。でこれサイズなんですかとか言われるんだけど、なんか多分エクストララージレギュラーとかなんか忘れちゃったんですけど、そんくらいでかいものです。なので、ね、結構合わせる中に入れるものも大きめのアイテム使えるので、まあ今はね僕結構ゆるっと着ることが多いので、まあすごく使いやすいです。でパンツはリッキーズのダブルニーワークパンツと、なんかね年末くらいに届いたダナーとなんだっけライトニングっていう雑誌の別注のサイドゴアブーツ、このサイドゴアの部分がちょっと緑になってるんで、このエクワックスとね色が一緒なんで、チラ見えした時になんか相性いいなと思って、なんかこのダウン着る時には結構使ってます。でサイドゴアだし歩きやすいし、でしかも軽いんですよこのブーツ、すごく着用しやすいです。はい、っていうコーディネートなんで、まあテーマもクソもないんですけども、まあアースカラーっぽい感じでね、この寒い冬を演出してみました。よくわかんないよねっていうのはい、ということで何かありますか。どれが一番大きい。1週間時間かかったけど、どれがお気に入りかと言われますと、どんなコーディネートしてたかもう覚えてないっていうのが本音なので、編集の時に入れときます。
ていう感じで、今回はねダウンジャケットを使った1週間コーディネートっていうものをやってみたんですが、いかがでしたでしょうか。またねなんか違う企画、デニムで1週間とか、季節でだいたい今1週間コーディネートとかやってたんですけども、なんかアイテム絞って1週間とかも面白いなっていうふうに思ったので、コーディネート考えるときも面白いんですよ。何着ようかなとか、まあ、デニムだからなって、なんか一つ縛られてるとそれに対してのコーディネートをちょっと真面目に考えることが多く、いつもだとだいたいブーツから選ぶんですよ。ブーツか、まあ、パンツか、まあ、なんかこれ履きたいからっていうのでなんかコーディネート組むんですけど、なんかね一週間縛られた状態でやるのも面白いので、皆さんも、ね、インスタグラムとかそういったところでやってみるのも面白いかもしれません。っていう感じで今回の動画は良かった、参考になったとありましたら高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。